ワクワクチャンネル。俺はとりあえず生。生と。ね、あ、私はウロハイ。ウロハイと。あと焼き鳥。焼き鳥で。あれかしこまりました。生ウロハイ焼き鳥。お、来た。はい、それ。じゃあ、それ。お疲れ様でーす。いいね。うめえな。はい、失礼します。焼き鳥お待たせいたしました。来た。いいですね。はい。塩が。はい、すいません、お通しお隣失礼いたしました。もうスラスおろしでございます。ちょっと焼き鳥のレバーです。はーい。おー、来た。じゃ、うん、また食べて。皮で。いただきまーす。お通しもうあれ、中華がってたね。あ、こんばんは。中華が。七味もあれ、七味。あ、七味も。どう？おいしい。最高だ。うん。あ、いいやんね、これ。レバーいけんの？うん。レバーダメって人多いからな。そうですね。え、でもこれ、しっかりしますね、身がね。そうだね。トロトロしてるタイプのレバーもありますけど。鶏だね。ね。うん。鶏のレバー。じゃなくてしっかりと。食べ応えがある感じ。食べ物にしてはレバーかな。そうなんですか。なんでなんで。よくわかんないけど。はい、失礼します。お待たせしました。アジのたたきでございます。ああ、失礼します。やったー。お醤油もね、九州と関東2種類ある。あ、そっち、そっち九州。あ、本当に。九州の方がね、たまり醤油で。微妙に違うんだよね。ね。お刺身用のね、醤油が準備されてるのがまだ生きてるそんなに、そんなに 生な感じですか。千葉のね、近海の魚なので。近海だから、あー、確かにみずみずしいですね。酒飲みたくなってきちゃったあと、はい、失礼いたします。おでんの盛り合わせでございます。おー、いいですね。お願いします。やっぱね、ちょっと寒くなってきたから。これからおでんですよ。厚かもらっていい？はい、はい、はい。厚かいっしょ。はい。ありますね。え、でもこの後、会議ですね。大丈夫ですか？あ、それでも内緒でね。ビールいっぱい取るのにして。わかりました。どうぞ。いいよ、好きなの言って。あ、そうですか。じゃあ味が染みてるであろう大根ね。そんだね。あ、すごい。じゃあ俺半分もらうよ。あ、どうぞ。からしつけてね、ちゃんと。え、はーい。やっぱね、からしがいいですよ。最近でもなんか柚子胡椒とかなんかいろいろありますよね。あの味噌とかなんか付け合わせ。洒落たこといらないんで。あ、そうですか。もう辛くて食うの一番うまい。いただきます。あくあ。いや、本当優しい味が染み込んでるな。よく煮込んだんだよ。美味しい。美味しいでしょ。美味しい。こそっと飲むからまた美味しいんだけどね。カプレーゼ飲むからうまいんですよ。あったかいよ。いやー、え、誰にカプレーゼ飲むんですか。カズキ上にな。アイビやってんだろ。はい、失礼いたします。アジフライでございます。でかっ。
ビールソースでお召し上がりください。あ、はい。揚げたてだから。じゃあいただきます。なんだよ、お前。なんだよ、苦手。分厚。すごいですね。でかいんだよ。これも大きい？ふわふわの感じ。あ、あれは。やった。ふわふわ。身がふわふわですよ。あれぐらい。もうちょっとね、ちょっとつけた方がいいかもしれない。やっぱ。あ、マジ？何の？あ、私も、何がいいですかね。あれがさ、気になるじゃん。あ、超炭酸ハイボールですか。あ、いいんじゃないですか。いい。うん。これはどうしようかな。すいません。はい。超炭酸ハイボールと、はい。俺はレモンサワー。レモンサワー。生搾りの甘めの方とこだわり酒場のレモンサワーありますけど、どちらにしましょう。こだわってる方がいいよね。こだわってる。かしこまりました。お願いします。はい。はい、失礼いたします。こちら超炭酸のハイボールでございます。ハイボールの、はい、失礼します。はい、ごめんなさい。こちらがこだわり酒場のレモンサワーでございます。何が違う？何が違う？こちらは甘さ控えめとなっています。はい、失礼します。こだわり酒場ってあれか。あれですね。そうですね、天然やってるやつ。そうです。あれね。はい、メザート病だよ、メザート病。はい、めっちゃ強い、この炭酸が。ちょっとびっくりしちゃった。うまい、これ。三浦さん、あんま飲みすぎるとその後大丈夫ですか？大丈夫、飲んじゃう。飲みますけど。そうそう、行こうか。行った方がいいと思うよ。やばい。すみません、お勘定。はい、ごちそうさま。府中酒場でございます。お店の場所ですが、コンチネンタルホテル裏手でございます。営業時間はお昼11時より深夜25時まで営業させていただいております。当店のおすすめは、新鮮なアジのお刺身とおでんの盛り合わせ等になっております。またランチの時間帯でも新鮮な海鮮丼や日替わり定食などおすすめメニューをたくさんご用意してお客様をお待ちしております。ワクワクチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それは MC、まあ、MC 集だ。ちょっと戻そう。おでんしてる卵から食うやつがどこにいるの。丁寧だ、丁寧だ。また、ランチの時間に関しても、本日は加賀監督、皆さん、お疲れ様でした。乾杯。お疲れ様でした。だからすごい、はい、だからね、これ映えるな。ビガハンバーグって言う人がいないそうだよね。あれしかないでしょ。硬いのもあれしかないでしょ。全部取ってますから。はい、切れるでしょ。切って悪いとこだけが最後にしよう。ああ、一緒にね。じゃあ、これを貼ると、はい、セミナーは何度も入れます。ああ、そういうことか。
とりあえずハンバーグと乳製品に対してその後の順番は大体分かったり、神楽さんのやつは全部録画したんですけど、あくまで要望ですから、いや、異常があればいいか、異常はないです、ダメなんですか。なんかいいって言ってる人とダメって言ってる、とりあえず計測はダメなんです。それほどあの、ガタガタの質問はそのまま、ガタガタの質問はダメ、とりあえず明日は今日の読み込みで終わっちゃうから、絶対本当はダメです。35番街商店街の宿場町です。営業時間はお昼の11時から朝の5時まで、ランチは800円からやっております。おすすめは自家製ハンバーグ出しております。どうぞ皆様ご来店よろしくお願いいたします。ちなみにこれって犬種はトイプードルなんですけど、トイプードル確かに大きめですね。そうですね。そっか、トイプードルなくるちゃんですね。お洋服もね、着させてもらって、結構あのお洋服何着か持ってたりするんですか？そうですね。あのこの子ともう一匹飼ってまして、そうなんですか、はい、2匹でお揃いの洋服を着てます。そっか、2人一緒に散歩に行くこともあるんですか？ ありますね、はい、今日はちょっと1匹で、はい、そうなんだ、はい、2人は仲良しなんですか？そうですね、ヘルちゃんと、もう1匹の子、あと白い子でハルっていう子が、かわいい、ヘルちゃん、ハルちゃんなんで、と、メス、あ、オスですね。あ、オスなんだ、はい、白いお父さんが白い方で春って言って、はい、この子が息子ちゃんなんです。そうなんだ。おお、元気だね。今汚れちゃいます。でもすごいな。あのちゃんとね、だってトリミングされてて。そうですね。はい。宇宙に結構大きなトリミングのところがあって。そうなんですか、はい、おー、そこにいつも、そこでいつも、はい、やってもらってます。かわいい、どうかな、てるちゃん。え、お散歩、何か好きなこととかあるんですか？遊び方とか、ボール遊びが好きですね。あー、なるほど。え、ちなみにあのお名前を聞いてもよろしいですか？私です、松田と申します。松田さん、はい、私は村田と申します、はい、よろしくお願いします、お願いいたします、はい、え、ちなみにここ近くにお住まいなんですか？そうですね、すぐ近くに、はい、住んでます、はい、え、お散歩は大体どのくらい？そうですね、30分とか結構歩いてくる。そうですね、はい、嬉しいですね、お散歩好きなんで、はい、うんうんうん、そうですね、この近くにね、うん、お住まいですもんね。そうですね、うんうんうん、ただ人は大丈夫なんですけど、ワンちゃんが結構苦手で、対ワンちゃんが、そうですね、吠えちゃったりするんですよ。はい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 、うん、それはハルちゃんは？あ、ハルの方は全然大丈夫です、はい、すごい犬も大好きなんですけど、この子とその親の子と二人で歩いてると、はい、こっちの子が守ってるのか分かんないですけど、ずっと相手の犬に吠え
多分。ねえ、お父さん思いな。思いなのか、こっちはちょっと迷惑ですけど。吠えちゃって、うん。そうなんですか。はい、ただなんか一匹でいる時はあんまり吠えないんですよ。怖がりなんですよ、ね。ね、今だってね、全然普通に。そうなんです、ね。すごい賢っぽい感じで。一、うん、匹でいると強気になっちゃうんですよ。ね。うん、吠えちゃうんだね。怖がりね。てるちゃん、てるちゃん。ね、賢いね。てるちゃんね。本当に。あんまりカメラに反応しない。あ、そうです。こんにちは。いやー、そっか、ボール遊びが好きなんですね。そうですね。ただ、救急車とか消防車の音、はいはい、サイレンが鳴ると、遠吠えするんで。おー、遠吠え。はい。家とか夜中でも声出すんで、うん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 、それは確かに大変、はい、そうですダメって言ってやめるんですけど、はい、そこに関してはまだどうしてもやっぱね気持ち的になんかざわざわするでしょなんでしょうか ね, なんか修正なのか分かんないんですけど、うんうん、それが治んないんですよ、あ、ね、そうですね10歳くらいにね、はるちゃんえお父さんってことは結構お年がそうですね、上の子は13歳になったんで、はい、もう結構年ですね、ねえ、いい歳ですか、そうか、いやでもね、こんなにおとなしくて可愛いなんて、はい、いいですねね、大丈夫ね、ご飯もあげる、あ、そっか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 、じゃあ私たちもね、夕ご飯を食べようかなと思って、はい、そっかそっか、はい、では遊びに行きたい感じかな、ね、そうですね、ね、そうだね、ずっとここにね、やつぼちもね、はい、本当に松田さんありがとうございました、かわいいね、かわいいね、目がクリック本当かわいいな、で男の子、男の子です、はい、何歳ぐらい、10歳、うん、あ、じゃあもう結構な、はい、ね、しなんです、どんどんどんありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。よし、じゃあやります。